キンコンケンコン。世にも好きなオンライン講義、ありがたい話第2回だ。最近 AI 時代到来なんて言われてます。そこで人間に必要になってくるのは発想力だと思うんです。簡単なことは AI がやってくれる代わりに、人間は発想力を生かしたアイデアで様々な社会課題を解決していかなければいけないと思うんだよね。ではその発想力を伸ばすためにどうしたらいいのか。それは遊び心を伸ばすこと。遊び心は自由に発想する力となります。だから私たち人間は、特に子どもたちにはしっかり遊んでほしい。遊びの中でこそ遊び心は育ち、クリエイティブな発想は生まれていきますからね。遊びをバカにしてくれるぜ。